川べりに佇んで景色見てたら、足元で何か気配がする。見ると、なんだかよくわからない生き物が、必死な感じで自分の靴を叩いてた。え、と思って、しゃがんでよく見たら、泥まみれの子猫5匹、まだ目も開いてないくらいの血のみごで、声もろくに出せないくらい、衰弱してるっぽい。慌てて自転車の前かごに上着に包んで入れて、自転車かっ飛ばして、動物病院へ行った。残念ながら1匹は助からなかったけど、残り4匹はなんとか無事だった。あれから5年。合わせて20キロ超の4巨体は、毎夜布団の重しになっている。あの時お前たちが必死で助けてアピールしてくれたおかげで、重いし、暑苦しいし、腰は痛いし、起きると筋肉ギチギチだし。なんであんたらこんなに可愛いんだよ。もう。